今回のはすごい効く。だけど、すごい簡単です。以前紹介したアグラ足の腹筋があるんですが、これでたくさんの方が様々な効果を得られてます。1ヶ月でマイナス7センチ、1週間で3センチ。今回はその腹筋をアレンジして紹介させてもらおうと思います。普通の腹筋苦手な人も、アグラ足を組むことによって、足を持ってもらってるような感じで腹筋が行える。上の足で下の足を押さえるので、下腹に効きやすい、体を起こしやすい、息をうまく吐きながら、お腹をへこます腹横筋を鍛えることができる。ダブル腹筋効果が今回のメニューにはあるんです。腹筋上部、中部、下部って3種目に分かれてます。一緒に頑張ってみましょう。初級の方は1回ずつ起きたら戻っていいです。中級の方は起きたまま頑張っていきましょう。スマホは見ながらできます。首疲れる人は頭持ってもいいです。各足5回、1回ずつ呼吸は長く吐きます。それでは腹筋上部からいきます。足を組んだ状態で体を起こして息を5秒間吐いたら戻りましょう。中級者は起き上がって呼吸を続けます。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5。1、2、上の足で足を押さえて4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。ラスト。5、2、3、4、5。はい、OK です。反対足です。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。5、2、3、4、5。はい、OK です。少しお腹の奥に効いた感じがあると思います。今度はチューブです。初級の方は起き上がったら足を曲げて戻る。中級の方は起き上がったまま抱えて戻す。繰り返していきましょう。呼吸は一緒です。いきます。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。ラスト。5、2、3、4、5。はい、OK です。それでは反対頑張っていきましょう。疲れた人はね、初級に変えてもいいです。初級の方は引き続きいきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。うわ、効いてきた。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。ラスト。5、2、3、4、5。うわ、腹に効いてきた。それでは下腹下腹部いきましょう。初級編の方は足を組んで1回ずつ寝ます。中級の方は体を起こしたままで足を動かしていきます。さあ、ラスト、好きな方やってください。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。4、2、3、4、5。5、2、3、4、5。うーわー、痛ぇ。どっちの足組んだか分かんなくなってきた。こっちか。さあ、ラストいきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、
1、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、うわー、いってー、腹筋が飛んでいく、いってー、あー、よっしゃ、うわー、腹いってー、よかったら感想でコメントください。